ちょっと所有できてる泉佐野市の宿なんですけど、なんか風情がありますね。入り口はねそんなに広くないんやけど、奥行きがねちょっと夜で見えにくいけど、庭園がすごく綺麗でね、今日はこんな宿に泊まります。ちょっと離れとかもねいろいろあって、私が泊まるのはね2階建ての、まあ、ホテルいうのもあれやけど、ホテル棟みたいなね感じで、ちょっとねカメラ忘れたんで、これスマホで撮ってるんでね、ちょっと手ぶれがあってすみません。奥行きが広いんやな、これね。この横とかもね、これ今日は入ってないけど離れになってる感じで、なんかすごいね、言っちゃ悪いけどこんな田舎のね田んぼの真ん中にポツンとねあるんですよ。ちょっとびっくりやけどね。かなり奥行きが広くて、まだあるもんなこの先ね。この横とかがねなんかこう離れになって、この左側もそうやけどね。で、私が泊まってるのはこの2階建てのこの建物で、なんかちょっと変わってますね。あら、1階丸見えやな、人が寝てはるかな、びっくり。ここから入ってね、これは自動かと思いきや手動で開けて、まあここは1階ですけどね。なんか独特な匂いが、まあ、新しいのかなこれ。まあこれね普通のこうホテルみたいな感じでね、部屋が並んで、で私は2階ですけど、まあ2階建てやけどエレベーターはなんかない感じよね。なんかこのね土足でええんかなっていうようなこの木の階段で、鍵はなんかね普通のシリンダー式の、どっちやあれ、ここちゃうわ、隣や、間違えた、しっかりせよいう感じや。ここは鍵を差し込むタイプやね。この部屋は和室やね。ちょっとまだ電気暗いな、どこにあんのやろ、これかな、こうか。一応ねローベッドスタイルになって、まあテレビがあってね、ミネラルウォーターがサービスはいいけど、これごっつすぎるかな、これ1リッターあるかな、これそらへ飲まれへんねんな。で小さな冷蔵庫があって、こっちがトイレね、トイレがありまして、反対側が洗面、あこっちはあれやね、シャワーのみやね、シャワーオンリーで、こっちにシャワー室があって、これ洗面ですね。まあ綺麗な、でもなちょっと趣がね変わった宿で、まあ、ここの広さはね、まあ、特別、まあ、狭くもないけど広いわけでもないような感じで、エアコン入ってないな、暑いな。え、何やこれ、あこれエアコンちゃうわ、びっくりした、いきなり40出るから40度かよ思ったけど、アフリカやなんやからね、これやな、あれは給湯やったな、びっくりしたわ。
誰が40度にしとんねっちゅうような話で、ちょっと歩いてきたから暑いからちょっと下げようか。まあ今宵はねここで一泊します。窓からもねこう前景が見える感じでね、ちょっとこれガラスに映ってるな、なかなかね広いんですよ。まあ今回はね一泊朝食付きでね、ちょっと値段は結構するみたい、1万7、8000するんちゃうかな。まあそんな感じですね。まあこじんまりと小切れに収まってるという感じでね、特別まあ部屋はねむちゃくちゃ豪華ということもないんですけどね、まあ必要最小限ということで、まあそれではね、まあ、この水はびっくりやけどな、これ。まあ、ポットとお茶も茶菓子もあるけどね、もうめんどくさいから1リッター置いとけっちゅうのもんや。まあちょっと今ね外にこの近くに友達がいてるんでね、一緒にお好み食いに行ってね、一応ビールも凍ってるんやけど、まあそういう感じでした。名前がねちょっとホームページもないから出てけへんと思うんやけど、パインビラ、ビラもね火に点々やなしに、うに点々のね、小さいのビラ。パインビラですね。まさかね、まあ明日うっせたらうっしますけど、周りなんもないもんな、これ。こんなとこに宿があるかっていうようなね、そんな雰囲気でした。それではね、明日明るくなって撮れたら撮りますけどね。まあ、ぼちぼち、いっぱい飲んで寝ます。おやすみなさい。良いお年を。